は青森県三軍南部町に所在する、総統州の寺院。三号は八家山。本尊は千樹観音。商陽堂は登録有形文化財となっている県庁年間鎌倉幕府五大執権、北条時頼が当地を訪れた際、無双案の安守からもてなしを受けた例に回帰したと伝わる。中世には南部市と信仰を持ち、戦国時代には 東三郎義政の母体として、治療150国を安堵された。江戸時代には、八の藩内にある、総統州25寺を統括する、総録となった。建物は1878年に消失したが、後年に再建した。毎年5月には、釈迦の誕生を祝い、薄紅の衣を着た地獄行列が行われる。当時37世住職。 活眼大天和尚が中心となり建築された、章陽塔は、鬱蒼とした森の中に立つ三重棟で、高さ33メートル、重大8メートルと、国内最大級である。1949年6月29日竣工木造、銅板武器、建築面積55平方メートル。上部は内部のみを拡中とし、新柱も拡中を用いる。設計は、 金子聖吉で1階に、総当州の海祖、道玄の遺骨を祭り、2階と3階には、前田道六作の500羅漢を安置。建物の彫刻は、佐藤光重で、正面に道玄像が配置されている。2017年6月28日、登録有形文化財に登録された。昭洋島山道沿いには500メートルにわたって、松並木があり、1958年、 そのうち23本が県から天然記念物に指定された。あと、舗装工事や車の通行の関係で9本が失われたものの、2020年4月3日、23本が追加指定された。青森県三古郡南部町大和座ホ三寺アザホ三寺20。ありがとうございます。